海の中で拠点が作れたよね、うん、新社会人の部屋やな。ガトリング砲の隣がレオパレスっていうなんかこれどっかのインドの神みたいな感じよし、じゃあ撃っちゃって、じゃあ増えてるやろ。卵だった奴らが成長した。ボンベムさんにもらった。そうそう、卵たちが大きくなってる。こんだけ大きくなってる。しかもここぶち破らないと出てこれなかったっぽいね。うん、あの溢れ返ってたらしい。うわ、なんか突然変異だったみたい。変異だったんだ。うん、ベビーマンモス。今日はクロさんが建築してくれた海底拠点と後ろに見えるマンモスサドル、うん、これはボンレンさんからいただきました。これを使って遊んでいきたいと思います。はい、早速行ってみましょう、うん、花火で見えてしまったあの拠点ですね。行ってみよう。さすがやね、この難しいこの海の中で、うん、よくここまで拠点が作れたよね。すごいすごい、石の拠点ですね。うん、さすがクロさん、崖のプラグが見えないぐらい凍ってあるね。うん、あ、もうすでにイクチオサウルスがここで保管されてる、うん、あ、メガロドン来た。メガロドンが、メガロドン来た、うん、早く入って、逃げて、顔突っ込んできてる。金庫の部屋だ、うん、すごい、よくここまでできたな、この海の中で、うん、武器庫だね。メガロドンいる。いやー、対比として、うん、僕らのどうしようもない拠点をもう一度見に行こう。これね金属だったから石だとできるってこと？謎だ。じゃあこのマンモスのサドルで何が起きるか試してみよう、うん、グラムさんが思いつく限りのものを、うん、持ってきて、僕も思いつく限りのものを持ってくるから。あー、ここに置くもので、うん、なんか面白そうなもの何がいいかな。じゃあ一個ずつしようか、左右何を、あ、そうするそうしよう、これ面白そう。それぞれの部屋、それぞれの思いつくものを持ってきて、うん、持ち寄って置いてみよう、うん、じゃあそれぞれのものを置いてみよう。置いてみよう。置けるけどでか。オートタレット無理。お前ガトリング砲はいけてる。ほら、オートタレットは無理やった。おお。多いけど置けたわ。じゃあそっちにチェスト置かさせてもらおうとか言って。じゃあちょっとベッドは？あ、ベッドは置ける。ベッド置いてちょっと。じゃじゃーん。二段ベッドでーす。二段ベッド持ってきました。じゃあその隣に往復ダンスを置こう。うわぁ生活感出てるわ。じゃあここに発電機置いて発電機で発電機置いて、うわ狭、エアコン、エアコン、新社会人の部屋やな。うわぁ、マンモスの耳元にエアコンマンモスの耳元に。シェアハウスやん、ここちょっとした。レオパレスじゃないレオパレスじゃないの隣の部屋はガトリング砲の部屋、うん、ガトリング砲の隣がレオパレスっていうレオパレス21やね。本当に新社会人、これさえあればもうどこでも攻めるちょっとこのベッドさ、意外とさ上から見たら斜めだし、うん、ベストの位置でしょ。いや全然ベストじゃないよ。そんなこと言うんやったら、このガトリングガンもめちゃくちゃもったいない置き方してない？いや、そんなことないよ。まだ他のスペースあるから。まあ、新社会人の部屋やから。だってレオパレスやもん。ということですね。このガトリングガンに弾込めて、うん、オッケー、早速撃ちに行こう。そうやね、エアコンも作動させながら行こう。うん。エアコンも作動。意味ない。エアコン作動させながら行こう。道路の弾を温めながら行く？そうしよう。生まれてへんけど。エアコン起動させます。はい、おい、エアコンついた。あったかいわ。いや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 、あったかいわ。マンモスの耳元が癒されてるわ。はい、準備 OK です。うん、モテてる。なんか明らかにケツあるより大きいけどモテてるね。ちょっと写真撮ってみようなんかおかしいねおかしくはない。なんかちょっとおかしくない？ごちゃついてるな。まあ大丈夫でしょ、運べてるから。そうやね、うん、なんかこれどっかのインドの神みたいになってない？インドの神様みたいになってない？ガネーシャかなみたいな、うん、じゃあ行こうか。
あー落ちた、落ちた、落ちた、落ちた。マジで？めっちゃ不安定。い？いけた？うん、いけてる、いけてる。エアコンめっちゃ効いてる。怖ー。エアコンがめっちゃ効いてるんやけど、耳元で。エアコン、煙出てるわ。なんかかわいそうやな、マンモス。あ、落ちた、落ちた、落ちた。なんで？頑張って泳いできて。泳いできて。ね、こんな機器を乗せて泳げて。泳いで。あそこまで泳いで。なんかすごい巨大な門が建てられてる。うん。来た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 。シャ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 。来た来た。今度は落とさないでね。この壁に気をつけて。オッケー。じゃあここで戦う？ここ行けるよね。うん。運転するから。うん。あの、ガトリング砲を。うん。うわ。もう撃ってんの？うん。もう待ちきれへんね。よっしゃ、倒した。倒して。じゃあ、回顧で。うん。いやぁ。なんか飛んできてない？うん。あの下にいるマンモスはやれそう？よし、じゃあ撃っちゃって。で、なら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 。おー、すごい。わお、どうさ。これ、すごい。すごい、移動型戦車じゃないこれ。じゃあ、戦車や、戦車。戦車やな、普通に。普通に戦車や。下にいる、下にいる。ならならなら、落としてた、落としてた。ちょっと、あー、やばい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 、レオパレス号が、レオパレス、あー、ちょっとレオパレス号避難、殺されたマンモスに怒らせてしまった。ちょっとやばい。やられたん？うん、大丈夫。レオパレスの二段ベッドに起き上がる。オッケー。あ、復活してるやん。復活したよ、二段ベッドで。やった、さすが二段ベッド、さすがレオパレス。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、今武器とか回収した？うん、大丈夫大丈夫。ちょっと待って、普通に、うん、もうカリコテの野郎、石がいい。もう弾がないんじゃないこれ。そうかもしれないね。弾切れやわ、弾切れ。ちょっと打ちすぎた。あ、ちょっとなくなってるわ。弾切れや。まさかの、あんなに入れてきたのに。打ちすぎた、打ちすぎた。うんうん。ちょっとエアコンの近くにいとくわ。てか、エアコンなくなってる。あ、どうして。エアコン壊された。誰に。落とさないように。落ちた、落ちた。マジで？うん。OK？ うん。レオパレス号改造しよう。うん。あら、落ちた。あ、帰ってきてる。しレオパレスが帰ってきた。レオパレス、帰ってきた。帰ってきたよ。